第1試合は青山学院大学対中央大学。中央大学先制点のチャンス。できました。これはライト方向落ちまして、森下帰ってきます。ランナーも一塁三塁。高橋ライト方向へタイムリーとなりました。中央大学先制に成功です。1点を獲得しています。そしてここで打席には森下。できました。ここはフェアです、フェアです。二塁ランナーも三塁を蹴ってホームに帰ってきます。森下も二塁に到達、大きなガッツポーズを見せます。そして中央大学ツーアウトランナー二塁一塁から打席には櫻井。打っていきました。これはライト前落ちます。三塁蹴って重永帰ってきました。1点追加です。